予報センターより最新の台風情報をお伝えいたします。この衛星画像を見ていきます。雲の塊がいくつかありますけれども、台風9号が中国大陸にあるもの、南西諸島の東にあるのが台風10号、そして、日本の南東海上にあるのが台風11号になります。まず台風9号から見ていきます。中国大陸に一時的に上陸した台風9号ですけれども、ほぼ勢力を維持しながらゆっくりと北東に進みまして、7日には再び東シナ海海上に出てくる見込みです。8日9日と進みまして、週明けには九州付近に上陸する可能性も出てきているといった状況です。まだ台風の勢力もほぼ維持しながらという形になります。台風が持ち込んでくるかなり湿った空気の影響で、西日本中心に週明けに大雨になる恐れがありますので、今後の台風の進路などに注目していただければと思います。続きまして台風10号になります。21時現在ですけれども、沖縄本島の北東の海上にあります。中心の気圧992ヘクトパスカル、最大風速18メートルということで、台風になったばかりということで勢力はそこまででもありませんけれども、このあとやや勢力を強めながら北東に進んでいきまして、8日付近には関東沖進んでくる見込みです。こちらも予報円がかなり広いということもありまして、関東地方に上陸する可能性はまだ残っているといった状況です。直接上陸しないにせよ、上陸しなかったとしてもかなり近いところを通っていくということと、こちらも湿った空気流れ込むという影響で、この週末は東日本北日本の太平洋側については雨風ともに強まる恐れがありますので、こちらも今後の状況に注目していただければと思います。そして台風11号になります。こちらも15時に発生したばかりの台風11号ですけれども、北東に進み、7日にはより東寄りに進み、衰弱していくといった予想となっています。このコースを通りますので、11号そのものは日本への影響はほぼないと見ていいかと思いますけれども、やはり台風の周辺は風が強いということで、周辺の海域は波が高くなると思われますので、こちらもですね、沿岸の方はうねりなどには注意が必要ということになります。今後の台風の進路などに注目していただければと思います。